アメリカ軍機の乗員が撮影した攻撃を受けつつある、とも含まると、一心丸。尖閣諸島戦時遭難事件あるいは、尖閣列島戦時遭難事件は、太平洋戦争末期の1945年7月に、日本の小型船2隻が、アメリカ軍機の攻撃を受け、当時、無人島だった尖閣諸島に漂着した事件である。約50日後に救出されたが、 戦闘と飢餓などにより50人以上が死亡した。石垣島から台湾へ民間人を疎開させる途中に遭難したもので、津島丸以外に沖縄県からの疎開船が撃沈破された数少ない事例である。台湾疎開石垣町民遭難事件、あるいは遭難船名に由来して一心丸とも含まる事件とも呼ばれる。石垣島、尖閣諸島、台湾の位置関係。 1945年6月24日、石垣島の住民に対し、24回目となる台湾疎開希望者の募集がされた。台湾へ物資を受け取りに行く、独立混成第45旅団、水軍隊所属船の往路を使った輸送であった。6月30日の夕刻に、石垣港で乗船が始まり、とも含まると、一心丸の焼き玉エンジン搭載小型船2隻に、 約180人が乗り込んだ。乗船者のほとんどは女性と子供で、男性は高齢者が少数、朝鮮人と台湾人も少数いた。乗船者数を各120人程度の約240人とする回送もある。船団は空襲を避けるためになるべく夜間航行を選び、6月30日夜7時頃に石垣港から台湾のキールン港を目指し出港。 7月1日午前2時頃に、経由地である、同じ八重山諸島の入り表島船浮へ入った。昼間は停泊して7月1日夜に、高校再開する予定であったが、とも、福丸のエンジン故障のため出港延期し、7月2日の午後7時に、船浮を出た。船団は、台湾直進ではなく、尖閣諸島付近まで迂回した、義魔やかし進路で進んだ。 戦団が数時間でキールン入港予定という7月3日午後2時頃、定期紹介中のアメリカ軍機1機によって発見されてしまった。アメリカ軍機は戦団速報から3回の爆弾投下と機銃装車を行い、さらに戦備方向からこう過ごしながらも機銃装車を1回加えた。日本側は機関銃で応戦したが効果はなかった。戦場では 一心丸の宮城三郎船長を生かし勝者が続出し、銃弾で割れた瓶から味噌が流れて、血と混じる惨状となった。一心丸は、船体中央部に爆弾が命中して、炎上沈没、友福丸向き銃弾で、エンジンが破損して、航行不能となった。アメリカ軍機は、友福丸も沈没するものと判定しつつ立ち去った。友福丸から天馬船が降ろされて、 救助作業が行われたが、乗船者には体力に劣り泳げない者も,も多かったため、相当数が溺死した。とも福丸は浸水しながらも過労じで沈没を免れ、あり合わせの布をつなぎ合わせて砲張り、翌7月4日朝にはエンジンも再始動できた。乗船者の中に尖閣諸島で小賀商店の鰹節製造事業に携わった経験者がいたため、 尖閣諸島へと向かうこととなり、4日午前9時半ごろに、魚釣島に到着した。この時、尖閣諸島には、本船団とは別に遭難して漂着した日本兵6人が、おり、合流している。魚釣島の航空写真。上陸当初は米や鰹節など乏しい食料を、出し合って、野草入りの増水にする共同水事が行われたが、1週間から2週間ほどで、打ち切りとなり、 以後は各自で食料を集めた。魚を釣り島には、淡水が湧くため飲料水には困らず、石垣島民に別名で、久場島と呼ばれるほど食用樹木のビロも豊富だったものの、100人以上の食料としては不十分だった。ネズミや蛇も生息していたが、動きが素早くて捕まえられなかった。サクナなどの野草や、磯辺で取った小魚やヤドカリなどで命をつないだ。 体力の低下が激しく、数人の合死者が出た。毒草を食べて苦しむ者も,もあった。B-24 爆撃機も島に連日飛来したが、幸いに死傷者は出なかった。救援を呼ぶために一部の者がとも含まれで、出発したが、すぐに、機関故障を起こして、航行不能となり、やむなく、船体を放棄して、天馬船で島へと戻った。その後、手こぎのサバニを作って、 救助を呼ぶことが計画された。遭難者の中にいた船大工一人と陸軍工兵を中心に海岸にあった難破船の残骸を資材として建造は進められ、10日ほどで全長5メートルのサバニが完成した。陸軍兵と船員経験者ら8人の決死隊が編成され、出発直前に強く希望する主計順位一人も加えて8月12日午後5時頃に 石垣島を目指して出発した。搬送と焦げそうで進んだ。途中で3度も敵機にあったが、攻撃は受けなかった。8月14日午後7時頃に石垣島のカビラ湾へと到着、カビラ中トの日本軍部隊を経由して、ドクコン第45旅団司令部に連絡がされた。8月15日、事態を知った、ドクコン第45旅団の要請を受け、 台湾所在の日本軍機が魚釣島に飛行、甲板とコンペイ島をパラシュート投下した。石垣島からも、ドクコン第45旅団水軍隊の長谷川少尉が、指揮する2から3隻の救助船が軍を乗せて出発し、終戦の日の後である8月18日に到着した。救助船は魚釣島所在の生存者を収容し、19日午後に石垣島へと帰還した。 救出されたにもかかわらず、急に多量の食物を摂取したことによる消化器疾患や助かったという安堵感により死亡したものもあったという。また、救助船到着時に、南小島へ食料採取に出かけたまま気筒不能で、消息不明になっていたものが6人あり、取り残されてしまった。6人が、魚釣り島へ戻った時には救助船が去った後で、うち2人はその後に病死した。 残る4人は、11月に家族が雇った、台湾漁船によって救助された。犠牲者数については、諸説あるが、沖縄県市の統計表では乗船者180人余りの、うち死亡75人、琉球新報によれば救出までの死者70人、救出後の衰弱死等20人近くとされている。このほか少ない数値では戦死者、約45人、合死者8人、 多い数値では、約240人乗船で、半数死亡とする回想もある。また、沖縄県市では、八重山諸島住民の戦闘死者総数179人の、うち、船の沈没による死者総数37人となっている。太平洋戦争も、後期となった1944年6月の、アメリカ軍サイパン上陸を契機に、大本営は、 沖縄県民の当該疎開を検討し始めた。そして、同年7月7日の閣議で、女性、子供、高齢者を対象に、日本本土へ8万人、台湾へ2万人を疎開させる計画が決定された。一般住民の当該疎開はあくまで干渉の形式で行われ、県や警察による強い行政指導は伴ったものの、法的強制力はなかった。 本事件の遭難者の回想でも、台湾疎開は遠行を頼る自由疎開だったと述べるものがある。ただ、この点について、軍名であったと主張するものもある。学童疎開津辻丸や軍隊輸送船富山丸の撃沈などがあったため疎開に応募するものはなかなか増えなかったが、1944年10月10日の 10, 10空襲でようやく機運が高まり、 1945年3月上旬までに九州へ約6万人台湾へ宮古島、石垣島から2万人以上が疎開した。石垣島から台湾への疎開は4月の沖縄本島へのアメリカ軍上陸後も続けられており、本船団は24回目の石垣島から台湾への疎開船であった。厚生省の調査では沖縄からの疎開船のべ187隻が 確認されたが、そのうち津島丸がアメリカ潜水艦の雷撃で撃沈された以外には被害がなかった。本船岸2隻の遭難は津島丸以外に沖縄からの疎開船が被災した数少ない例ということになる。なお、鹿児島県の徳之島からの疎開ではブス丸が同じアメリカ潜水艦の雷撃、洋上飛行中の PB4Y-2、 本次県騒難者の多くの出身地である石垣島は、沖縄戦において、地上戦にはならなかった地域である。守備隊としては、陸軍の独立混成第45旅団が配備され、指揮下に海軍石垣島警備隊などが存在した。地上戦はなかったものの空襲は受けており、10, 10空襲の際に4日間で、延べ約40機が来襲したのを皮切りに、 1945年3月末から6月下旬にかけてイギリス機動部隊を中心とした空襲が頻繁であった。アメリカ海軍の PB4Y-2 も占領した沖縄の飛行場等から作戦行動を行っていた。ただ、7月に入ってからは沖縄本島での組織的な地上戦が終わり、空襲も減少していた。八重山諸島では、 当該疎開を選ばなかった住民に対し6月から産地への島内疎開が命じられており、波照間島などの住民は入表島へ移住させられていた。石垣島のドクコン第45旅団では沖縄本島にアメリカ軍が上陸して八重山諸島が孤立化した後、海上輸送用に徴用船や修理した沈没船を集めて水軍隊と称する船舶部隊を編成していた。 水軍隊は、長谷川小太郎尉を指揮官に、軍庫省第一千早丸、第三千早丸、第五千早丸の3隻を装備していた。第五千早丸の機関長によれば第一千早丸、第二千早丸とも150トンの開催主要の漁船、別の第五千早丸上院の改装によれば第一千早丸は150トンの規範船、第五千早丸は200トンの規範船であったという。 水軍隊は5月にも同じ尖閣諸島海航路で台湾へ往復しており、本事件は同航路での2度目の航海で起きた。3隻の保有船のうち第3地早丸は故障中のため参加しなかったが、別に長谷川少尉の指揮する小船が傷病兵を輸送するために同時出航したとも言われる。尖閣諸島戦時遭難事件については生存者の多くが口を閉ざしており、 まとまった形で資料となったのは1974年発行の沖縄県史第10巻が初めてであった。その後、改装をまとめた記録集などが発行されている。アメリカ側の戦闘記録も発見された。遺骨の残された尖閣諸島は無人状態が続き、沖縄県がアメリカ軍の占領島地下に置かれた関係もあって、現地での慰霊活動は困難であった。 1969年に石垣市長一行が島に上陸した。遭難者遺族代表らも同行し、再び不幸な漂着者があった時には、食料となる、要、長名草とパパイヤの種子を島に植えている。1978年には遺族会が結成され、2002年に石垣市新川にも慰霊碑を建立した。石垣市新川の慰霊碑において、毎年7月3日に、 遺族会による慰霊祭が行われている。2011年に石垣氏が尖閣地域での慰霊祭実施の要望を政府に言った。一方、遺族会はナショナリズムの思想を持つ活動家が過激な行動で挑発し合っている不穏なこの時期の慰霊祭は紛争の火種になりかねない武力に守られながら慰霊祭を行うことは考えていないとして、 現地尖閣での異例に執着しないと表明している。2012年には、魚釣り島にて慰霊祭を行うべく、超党派議員連盟日本の領土を守るため、行動する議員連盟の所属議員が政府に上陸許可申請を行ったが認められず、付近の洋上で慰霊祭を行った。その際、参加者のうち東京都や兵庫県の地方議員5名を含む約10人は、 政府の許可なく島に上陸している。地方議員らが上陸する約10日前に日本の領土を守るため行動する議員連盟会長の山谷恵リ子参議院議員は政府に出す上陸許可申請に遺族会の署名を求めていたが遺族会は拒否しその後に行われた議員連盟の慰霊祭や地方議員らの上陸を厳しく批判している。犠牲者に対する保障も行われていなかったが 1969年に石垣市から決死隊員や船大工に対して感謝状と記念品が送られた。1972年には石垣町民34人に対して見舞金3万円ずつの給付と助訓があった。別に戦死した軍属船長ら3人は恩給の対象となっている。沖縄外地引上げ者協会は本事件が 軍命による疎開で発生したと主張して、津島丸犠牲者同様の給付を求める運動を行っている。これに対する日本政府の見解は、軍人軍属と同志できる沖縄地上戦死者のような特別の事情を書くので、恩給対象外であり、津島丸遭難学堂のような特別支出をすべき事情もないとしている。ありがとうございます。